な、今年の秋はユニクロで完結できる。こんばんは、鹿の中ある。ポーチとチェーンやった。こんばんは、鹿の間です。本日も一日、せーの、お疲れ様でした。皆さんはどの季節のお洋服がテンション上がりますか？私はですね、程よいぬくもりを感じる秋服が一番大好きです。ということで、冬は今季一番話題になってるであろうユニクロシード新作購入品紹介やっていこうと思います。先週の9月15日に発売で、私なぜか14日にユニクロ行って新作買ってたんですけど、明日やんと思って15日にまた2日間かけて買いに行きました。今年の秋服はユニクロで完結できちゃうほど可愛いものがたくさんあったので、ぜひ秋服探しの参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。それでは早速紹介していこうと思うんですけど、現在着用しているものすべてユニクロ C でございます。 C、まあ、帽子後からでいっか。まずあのオープニングでも着てたこちらのニットですね。めっちゃ可愛くない？こちらはですね、ソフトニット V ネックフレアスリーブカーディガン2番の L サイズ購入しました。結構ね、パッと見シンプルなグレーのカーディガンかなと思いきや、結構ポイントはいくつかありまして、まず一つ目、生地。ユニクロ C って静電気が起きにくいものだったり、結構生地にこだわられてて、これはもうね、ふわふわなんですよ。まあ、ふわふわすぎる感じではないんですけど、ちょっと肝っぽい生地感で、ちょっと今までね、あまりなかったかのような、ふわっとしすぎない、ちゃんとしっかりと重さはあるんですけど、めちゃくちゃね、肌触りがいいです。着ててすごい着心地がいいので、ちょっと肌寒くなった時、今ね、下にユニクロのキャミソール着てるんですけど、まあ、ちょっと暑くなったら脱いでね、ちょっと腕を出して涼んだりもできるし、で寒くなった時は着るとね、すごいふわっとした包み込まれるような肌触りなので、もう最高にリラックスできちゃう。そしてポイント2つ目がですね、この袖。こんな感じで、あの手首の方が広がっているフレアデザインになってるんですね。ボリュームがね、たっぷりあってゆとりがあるので、まあ、あの L サイズ買ったっていうのもあるんですけど、すごい寒くなった時に中にヒートテックだとか、全然ニットとかも中に着込めるぐらい余裕ありますし、結構私上半身分厚くて肩幅もしっかりありますが、こんな感じのサイズ感でございます。横はこんな感じ、そして後ろ。そして3つ目のポイントがですね、ヒップレングスって言って、このお尻隠れるぐらいまで丈があるんですね。だから学生さんとか普通に制服の上から着ても可愛いと思うし、なんかね、最近私ミニ丈とかにハマってるんですけど、こんな感じで短い丈のスカートとかパンツと合わせてもお尻がね、いい感じにカバーされるので、結構ね、丈が長いものでも短いものでも合わせやすいんじゃないかなと思います。でポケットの位置がね、あの丈の割には高い部分についているので、これもね、ちょっと上半身がのっぺりして見えない、まあ、バランスが綺麗に整って見えるポケットの位置なんじゃないかなと思います。そしてさっきオープニングで被ってたこちらの帽子なんですけど、アジャスタブルウールキャップでございます。あらゆるシーンで活躍するスタイリッシュなデザインでして、もう全くね、帽子に関しては視野に入れてなかったんですけど、被ってみるとね、なんか顔が小さく見えるんですよ。魔法？え、なんか見えん？で、ちょっといろいろね、サイズ感とか見てみると、横向くとまずね、ここのツバがね、結構結構大きい、長さがあるのかな、だから遠近法でちょっとこれが前に大きく出てるから顔が小さく見えるのか、であと上から見てもね、つばの大きさが多分伝わるんじゃないかなと思うんですけど、横にも広くって縦にも広いんですね。でこの後ろのね、頭の部分は結構しっかりと頭にフィットしてくれるような丸みというかサイズ感なので、これのおかげでね、小顔に見えるのか。やっぱキャップってなるとすごいメンズライクボーイッシュなイメージがあったんですけど、これはウール素材100%の上質な素材感なので、冬のね、上品なコーデにも浮かずに溶け込んでくれる生地感かなと思います。でちょっとね、いろんな色あったんですけど、黒はね、このウールの生地だとなんかいろいろホコリとかついたら目立つかなと思ってグレーにしてみたんですが、これグレーにして正解やった。今回グレーの洋服ね、2着ぐらい買ってるっていうのもあるし、グレーやけど結構暗めのカラーなので馴染みやすいかなと思います。被ってみると虜になる方も多いんじゃないかなと思います。これめっちゃおすすめ。続いてがこちら、プリーツカラーブロックスカートの9番ブラックの M サイズ購入しました。めちゃくちゃ可愛くない？これね、あの狙ってたんですけど、ラスト1個だったんですよ。ちょっと正直 L サイズがね、丈感的にいいかなと思ったんですけど、実際に L サイズ履いてみて、身長163.4cm の私なんですが、まあ、ちょっとね、足首の上部分、すねがちょっと見えるかなって感じなんですけど、まあ、そんな短いなっていう印象はしないし、裾がね、全部同じ長さではなくって変化のあるデザインなので、まあ、場所によっては短く見えて、場所によっては長
く見えてと、まあ、スカートがね揺れた時に美しく見えるデザインかなと思います。まあ、今回私ブラックを購入したんですけど、裾部分がここ青が入ってるんですよね。今日は黒のニットカーディガンとローファーと合わせてみてオールブラックコーデやってみたんですけど、フレアっぽいデザインなんですけどプリーツなので、なんですかね、ふんわり感あるんですけどフィットしているようなデザインなので、骨盤とかね緩やかにカバーしてくれるんですけど、あまり広がりすぎてないデザインなので結構かっこよく決まるスカートかなと思います。でウエスト部分は全てゴムになっているのですごい楽ちんに履くことができますし、今こんな感じのねちょっと薄めのニットカーディガン上に合わせてるんですが、インしてもねごわつかないっていうのもポイントかなと思います。ちょっと光沢のある素材感なので、まあ、インした時にねもごもごもごってなっているのもどうにかねこのツヤ感光沢感でごまかすことができるので、これもねポイントの一つなのかなと思います。まあ、さっき着てたね丈の長いカーディガンとも相性はいいですし、そこまでボリュームがないからこそ合わせやすいスカートなのかなと思います。てかこのカーディガン今さっきのニットの上から入ったそして今コーデで一緒に合わせてたこちらのローファーもユニクロ C です。コンフィールタッチローファーの9番24.5のサイズを購入しました。結構今回のユニクロ C でも注目度の高いアイテムなんじゃないかなと思うんですけど、このローファーすごいのが、さっき履いたのね見たかなとは思うんですけど、なんかね結構あの厚底ローファーなので結構いかつくね見えるかなって思ったんですけど、全然そんなことなくって、結構正面から見てもねコンパクトな作りではあるんですけど、やっぱそこがね厚底になっているので存在感のあるデザインではあるんですけど、まあ、こういったねあの上品な綺麗めのスカートと合わせても馴染むような程よいサイズ感というかデザインだなと思いました。横がこんな感じで後ろ向くとこんな感じです。可愛くない形。もうこれ絶対買いだし、もうお値段以上だなと思ったのがこの内側のかかと部分、ちょっとねぷくってしてるの見えると思うんですが、ここクッションが入っているのでかかとでね靴ずれしやすかったり、これ合皮なので、まあ、お手入れしやすいっていうのが、まあ、魅力の一つではあるんですけど、まあ、結構硬さがあるのでねかかととか心配だったんですけど、このクッションがあることによって、まあ、疲れにくくもなりますし、体重がね一番かかる部分ではあるんですけど、まあ、疲れずね軽やかに履けるっていうのがポイントです。これマジで買ってよかった。特にあの骨格ストレートさんとか、あのいつも私言ってるんですけどペタンコの靴とかなんかスニーカー履くと裸足に見えるみたいな、まあ、上半身が大きいからこそ足にボリュームが必要な骨格ストレートではあるんですけど、このローファーはね厚底でもありますし、なんだけど正面から見て、まあ、結構細身の作りになっているので足も細く見えるかなと思います。後ろもね滑りにくい作りになってたりと、デザイン性はもう100点満点なんですけど、機能性にも優れた優秀なローファーです。ちょっとこのローファーはねお気に入りすぎて1時間ぐらい語れそう。マジで買うしかない。次というか次このニットなんですけど、めっちゃ可愛くない？とりあえずラス1だったからカゴに入れた。人気のものは買っとこうスタイル。こちらですね、カシミヤクルーネックショートカーディガンの 9M サイズでございます。気づきました？ラス1やんと思ってとりあえず買い物カゴに入れたものがカシミヤだったっていう、もう大切に大切に着ないといけないです。1万円超え。ラス1っていうのもあったんですけど、カラーがね、4色あったんですけども、本当にこの黒の M サイズしかなかったんですよ。ちょっとね、色がグレーっぽく見えるんですけど、形がわかりやすいように明るくしてます。抜群に着心地のいいカシミヤ素材 100% のカーディガンなんですけども、今回ね、M サイズ買ったんですけど、サイズ感かなりゆったりめですね。ちょっと首太いので詰まって見えるんですけど、ネックはクルーネック。なんか丈感短い高めって書いてあったんですけど、普通にジャストサイズな感じがする、まあ、カシミヤ素材っていうのもあって生地感がねもうとにかく柔らかくてふわふわしてます。ですごい暖かいんですけど、生地のね分厚さが結構ね薄めなので、まあ、さっきみたいに上からねあのカーディガンが羽織れてしまったり、生地も柔らかいのでフロント部分を開けてからこうやってインナーをねちょっと見せて首元を広く開けたりすると、まあ、ストレートネックじゃない骨格ストレートさんもすっきり着こなせるんじゃないかなと思います。もう黒のカーディガンっていうのは仕事でも使えるし、フォーマルな場所でも使えるし、とりあえず秋冬持っておくと絶対に、まあ、週に2回は出番が来るぐらい無難にね使えるので、まあ、それがねユニクロでいい生地で出会えるっていうのはすごい良かったです。毎年何かしら黒ニット買うんですけど、結構これはね主役級のアイテムになりそうだなと思います。なんとユニクロ C 残り2つです。あの普通のユニクロの新作もあるのでまだまだ続くんですけど、ちょっとバッグをね次紹介しようかな。こちらレザータッチラウンドバッグでございます。可愛くない？ユニクロであの普通に定番品でこの形のショルダーバッグすごい人気だと思うんです
ですけど、それのレザータイプ、なんかサイズ感も絶妙で、なんか使いやすそうだなと思って買ってみたんですよ。すいません、ちょっと黒なんで分かりにくいかもしれないんですけど、こんな感じです。なんかね、体のラインに沿ったフィットするようなデザインになってるらしく、確かにこうやって後ろに回すとここの腰のカーブにめっちゃフィットする。普通に黒のコーデと合わせてもね、さりげなさあるし、なんかショルダーバッグなんですけど、このレザータッチのデザイン素材なので、まあ、子供っぽくなりすぎない、カジュアルになりすぎないっていうのもポイントです。でこれなんかさ、めっちゃクッションみたいな感じでふわふわしてるんですよね。なんかどうやら中にね、綿が入ってるらしい。だからこのふっくらしたフォルムになるのかなと思います。なんかサヤエンドウみたい。バッグ自体はね、合皮なのにすごい軽くって、中開けるとこんな感じなんですけど、まあチャックとかついてないんですけど、2つポケットがあります。ちょっとこのね、ドデカお水を入れてみたいと思うんですけど、まあこれは余裕で入るな。もう縦に入れてしまってもすっぽり入るぐらいの大容量で、見た目以上にね、収納できるので、これも魅力かなと思う。正面から見ると普通のショルダーなんですけど、横部分、ここの紐、ベルトのところですね、ここタックが入っていたりと、結構こだわったデザイン性というか、まあさりげないね、おしゃれなデザインになっているので、まあ安っぽく見えないかなと思います。なんかとりあえず黒買っとくかって感じで買ったけど、なんかベージュ系も欲しくなってきた。続いてがこちらのジャケット、こちらパウテックブルゾンの31ベージュの L サイズ購入しました。めっちゃ可愛い。今回のユニクロ C は結構コートとかなんかジャケットいろいろ種類あったんですけど、なんかいろいろ持ってそうなものが多かったんで、買わないどこうかなと思って見つけたのがこれ。持ってない。結局ね、秋冬のジャケットって黒とか紺とか、まあ、深めのブラウンだとか無難に使いやすいものが多くなっちゃうんですけど、このベージュっていうのは持ってなかったね。これもね、視野に入れてなかったんですけど、インスタライブかな、ユニクロの海外のでモデルさんがこれを着用してて、すごいかっこよく着こなしてたんで、可愛いと思って買っちゃった。で今回 L サイズを購入したんですけど、このちょっとねダウンっぽい生地感だとあるあるなんですけど、この襟部分よく見るとコーデュロイ素材になってるんですね。で変にあの濃いブラウンとかではなくって、濃いめのベージュ、すごい馴染みやすい柔らかさのある色合いなので、まあ強い印象になりすぎない可愛いデザインかなと思います。で最高なのが、小雨程度はね弾いてくれる加工されてるみたいなんで、雪の日とかもね罪悪感なくて着れそうです。まあ、今回ね L サイズ購入したんですけど、お尻がね半分ぐらい隠れるぐらいの丈感で、なんか色の主張がそんなにないからか、オーバーサイズすぎない見え方な気がする。見て、なんか見つけた。まあ、最近裾部分がねゴム入っててキュッとして絞ったりするデザインっていうのもトレンドっぽくて可愛いですね。あ、これ今気づいた。え、めっちゃ可愛くない？ちょっとこうやって着るとすごい80年代90年代ぐらいのなんかフルハウスに出てきそうなコーディネートになったんですけど、でもうまく着ればめっちゃ可愛いと思う。なんかミニ丈着てからね、上もボリューミーで絞ってふんわりさせることができるので、え、可愛くない？これはちょっと新たな気づきでしたね。可愛い。ちょっとね丈短くなってショート丈ジャケットみたいに見えますね。とても可愛いのではないでしょうか。であとこれ嬉しいのが、お家で手洗いができちゃうので、まあ汚れてしまったりとか、ちょっと匂いがねすごいついてしまう焼肉に来ていたとか、まあそういう時は家でね軽くささっと洗うことができるので、これも魅力の一つかなと思います。結構ボリュームのある丈感なので、下はミニサイズのスカートとか合わせてウエスタンブーツとか履くと絶対可愛くない？なんかブルゾンやしブラウン寄りのカラーなんですけど、メンズライクになりすぎないのがポイントです。ということでユニクロ C 一旦購入品以上。それではユニクロの新作秋服紹介していこうと思います。秘宝です。音が取れてなかったのでここだけアフレコします。続いてがレイヨンスキッパーブラウス七分丈 L サイズ購入しました。肌触りがいいレイヨン素材で、シワになりにくいのが特徴でして、七分丈なのでまだ暑い今の時期でも過ごしやすいのでおすすめです。名前にもあるスキッパーっていうのは V ネックに襟がついたようなデザインのことで、広角ストレート、カジュアルタイプの私の体型をより魅力的に見せてくれるので、他の色も追加で買おうかなと思います。基本ボトムスは選ばず何でも合うと思うので、秋シャツ探してる方は必見です。続いてが豆コラボの 3D スーレアンリブビスチェスムースでございます。
まあ、秋っぽいボトムスとインは合わせてインしてるんですけど、あの体にフィットするようなニットデザインなので、ちょっと私のね体型だとちょっと面白くなってしまうので、もう本当にね体のラインが分かってしまうので、まあ、この着方はしないとしても、アップするとこんな感じでね、てんてんてんって穴が開いていて、下の生地がね透けるようなデザインになっているので、まあ、これが普通のニットビスチェとの違いかなと思います。まあ、立体感をね出すために縫い目がない 3D ニットっていう編み方、縫い方っていうのをされたデザインなので、体のねフィットする感じ、曲線っていう感じがすごい美しいので、もしニトビスチェ探してる方いましたら豆おすすめです。ブラックもめっちゃ可愛かった。ちなみに今下に履いていたこちらのボトムスも今回ニクロで購入したものです。こちらツイードタックワイドパンツ61サイズの37ブラウンを購入しました。可愛くないこのボトムス。多分めっちゃスタイルに合っとると思う。まず魅力の一つがですね、クラシカルな雰囲気を持つツイード素材っていうのを使用しているので、まあ、ちょっとね探偵っぽさはあるんですけど、こんな感じでフロント部分にストンとタックが2本入っていて、さらに足元裾部分はワイドな作りになっているので、なんかカジュアルなんですけど大人っぽさがすごい合うので、まあ、カジュアルスタイル、綺麗めスタイルが好きな方とか相性がいいんじゃないかなと思います。生地めっちゃ分厚い。生地はこんな感じでウールブレンドの柔らかくしなやかなツイード素材を使用しているんですが、結構ね表の生地をこうやって触ると少しチクチクするんですね。ほんとちょっとだけなんですけど、でこれ気になったんですけど、なんとねめくるとじゃじゃじゃん、こんな感じで裏地がついているんですよ。なのでこのモケモケ、ちょっと毛が立っている部分がチクチクしない、肌に当たらないっていうのもすごい機能性高くってありがたいです。でどうやらあのフレンチシックの代名詞、国民的トップモデルのイネスさんとのコラボアイテムだったみたいで、夏もねイネスさんとユニクロコラボにはお世話になったんですけど、このウエストベルトも細いものしか入らないんですけど、ここのね繊細さっていうのも、まあ、上品さがあって、まあ、クラシックのデザインだなと感じます。秋はね白シャツと合わせて上品で大人っぽいコーディネートにするもよしですし、まあ、パンプスでもいいですが、こんな感じでヒールがついているブーツと合わせるとワイドなのですごい足がね長く見えてかっこよく決まりそうだなと思います。正面がこんな感じ、そして横向くとこんな感じで、後ろがこんな感じです。ワイドのねデニムはいっぱいあるんですけど、こういうね秋っぽさのあるデザインのものは持ってなかったので、今季いっぱい使いたいなと思います。そういえばユニクロでボトムスもう1着買ってました。もうこれは普段使いできそうな最強なリラックスパンツだと思う。こちらウォッシャブルニットリブパンツのカーキ L サイズを購入しました。長いよ。なんかねもう洗濯機ですぐに洗えるらしくって、部屋着としても使えると思って買ったの。カジュアル感のあるゆったりとしたストレートシルエットで、普通にファッション性あるので、今みたいにシャツと合わせて、まあ、リラックスお出かけ休日コーデみたいな感じで着るのもありですし、もうほんと見た感じわかると思うんですけど、めちゃくちゃ柔らかいんですね。普通にパジャマ、部屋着としても使えるんですよ。結構こういうニットパンツっていうと体のラインがはっきり分かってしまって、なんかね体型が漏れないっていうのが今まであったんですけど、なんか普通にね体型も漏れてしまうぐらい可愛いパンツです。でまあ、今回カーキにしたのは、まあ、秋をちょっと味わいたいっていう気持ちもあって、まあ、普段ねブラックを選びがちな方とかはちょっと気分転換にねいつもと違ったこういうカーキなのか、まあ、ブラウンカラーを選んでみてはいかがでしょうか。で今ねさっきのローファーと合わせてるんですけど、違和感なく合わせられますし、気になるねお尻の部分もそんなに透け感がないので、普通にユニクロのシームレスショーツ履けば一発で解決することなんですけど、もうとにかくお洗濯可能っていうのが強み、まあ、毛玉はできたりすると思うんですけども、毛玉ができてしまえば部屋着にできるので、なんかこれだと普通におしゃれなんでね部屋着にするのもったいない気もするんですけど、まあ、毛玉できたら部屋着っていう、多分秋冬はね全色後から追加で買うんじゃないかってぐらい履きやすくておすすめです。続いてがこちらのニットなんですけど、無難に可愛い。スフリアンカーディガンの1番オフホワイト XL のサイズを購入しました。これはねいろいろ計画しながら買ったんですけど、普段着がねすごいカジュアルが多いので、まあ、ちょっとはね可愛らしいというか、なんか体のねしなやかさを表せるような軽めのねデート服を探してて、でいろいろね着てたらこれやんと思って買ったっていうのも、これもね 3D ニットなので、見てください、どこ探しても縫い目がないんですよ。であと上だけ見ると普通のねカーディガンに見えるんですけど、こんな感じで裾部分がちょっとバルーンみたいな、ちょっとドルマンっぽいデザインになってて、なんだろう、マ
丸みがあるというか曲線が美しいので、まあ、よりねしなやかな印象に見えるかなと思って買いました。もうほんとふわっとしてね、柔らかい生地感で軽いです。これもねちょっと追加で購入したいぐらいお気に入り。ほんと体のラインをね綺麗に見せてくれるデザインなのと、お尻までねしっかりとカバーしてくれるので、これもねミニ丈のボトムスと合わせても相性いいかも。とにかくボタンがついてないっていうのと、この下部分裾がラウンドになってることによって、まあ、抜け感も出てねカッチリしすぎないカーディガンかなと思います。さっきのねニットパンツと合わせてるんですけど、まあ、こんな感じの抜け感のある、まあ、ゆるっとした休日コーデ、楽ちんなのに可愛く見えるので、ぜひぜひお揃いにしましょう。これ買ったの忘れてた、ベレー帽。すごいシンプルなホワイトのベレー帽を購入しました。いつもユニクロベレー帽とか売ってたっけ。ちょっと冬感出ちゃうかもしれないんですけど、これもイネスさんコラボの、まあ、クラシカルな雰囲気のあるベレー帽なんですけど、結構帽子はねトップスと同じ色を合わせて、まあ、統一感を出すコーデっていうのが私すごい好きなんですけど、ホワイトのベレー帽ってなんか甘くなりすぎる印象があったので今まで買ってこなかったんですけど、甘いか。まあ下はねデニムとか入ってどうにかカジュアルにして着こなせば甘さはなくなるかなと思うんですけど、まあ、他にもね秋っぽい色があったので、ぜひぜひ試してみてください。可愛くない？まあ、こんな感じで横に斜めにしてかぶっても可愛いし、結構ベレー帽っていろんなかぶり方があって、こんな感じで左右対称にキノコみたいなかぶり方しても可愛いし、こんな感じで前を重めにしてキノコに食われてるようなかぶり方っていうのも可愛いです。やっぱ黒髪にしてからね白がすごい映えて見えるので、まあ、最近お気に入りのカラーでもあります。おすすめということで、ラスト2着でございます。すいません、ラスト2着もニット、ニット大好き。こちらのグレーのニットから、こちらポインテールクルーネックカーディガンでございます。8番ダークグレーの M サイズ購入しました。止まって、やらかした、チクチクする。試着した時長袖やけん全然気にしてなかったんですけど、チクチクする。めっちゃ可愛いんですけど、これもねイネスさんコラボのニットでして、シルエットがねマジでタイプすぎて買ったんやけど、チクチクする。これ着る時はねちょっと下に長袖着ないとなんですけど、すごいね控えめなんですけど、こんな感じでポンポンがねついてて、まあ、部分的にはね透け感のある穴、そういう編み方なんですけど、穴がこんな感じでクローバーみたいにてん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 ってあって、でなみなみのデザインになってるニットです。生地はねもう本当に見た目もそうなんですけど、触った感じもしっかりしてて、3990円はかなり安く感じます。生地も柔らかくって、首元はねクルーネックなんですけど、あまりね重たさがないので、あまりね詰まってる感じもそんなしないし、まあ、ボタンも同系色なのでシンプルで馴染みやすいデザイン。丈感もね絶妙なのでボトムスも何でも合うと思うし、前のボタン開けてこんな感じでサクッと羽織っても可愛いと思います。なんですけどちょっとチクチクするのが気になるな。デザインはめちゃくちゃ可愛い。ラストがこちらです。今回1着しかなかったですね、メンズです。こちらスフレアンスタンドカラーカーディガンの69ネイビーの M サイズでございます。まあ、メンズなんで M サイズでいい感じにゆったり感出るかなと思ったんですけど、めちゃ革なオーバーサイズです。これ結構分厚めのニットなんですけど、すっごい伸縮性があって、チクチク感は全くない肌触り柔らかなスフレヤーの糸を使用してます。デニムとかスニーカーともめちゃくちゃ相性がいいぐらい、カジュアルスタイルにも溶け込むような、まあ、襟がついたデザインなので、パーカー着たいけど誰かに遭遇した時にちょっとズボラっぽく見えたくない時に使えるなと思ったんですよ。で今こんな感じでまたエアリズムのインナー着てるんですけど、こんな感じで下インナーと合わせてもなんか知らんけど大人っぽく決まるし、しかもなんて言ったって丈感がお尻すっぽり隠れる、まあ、M サイズでもメンズなので大きいので、なんかちょっと暑い時とかこういうね短めの丈合わせて出かけても上がねボリューミーなので足もちょっと華奢に見えちゃうし、ちょっと今回ね一周メンズ回ってみたんですけど、これが一番可愛かったです。で白もねいいなと思ったんですけど、やっぱ結局夜サクッと出かける時に、まあ、汚れたくもないしあんま目立ちたくもないので、まあ、無難に黒がいいんじゃないかなっていうのと、まあ、髪の毛も黒にしたし、ちょっと肌の色とコントラストが出て肌白く見えるんやないみたいな最近思うようになって、ちょっと日焼けしちゃったので肌を白く見せるために、まあ黒じゃないかネイビーを選びました。なんかねブラッシングによる特殊な肝加工をされてるらしくって、それでねすっごい温かいらしい。こんなにね軽やかな着心地なのに温かいっていうのは、持っておくと絶対に休日とか家の中とかでもね着れそうやし、しかもポケットあった、ありがとうございます。てな感じでマジで使えそうなので、ぜひぜひ気になった方はメンズも回ってみてください。以上